こんにちは。枝井675と江川武史と申します。本日も動画セミナーを始めたいと思います。本日の動画セミナーのテーマはですね、留学セミナーという形ですね。この動画は3つ目の動画になります。パート3ですね。留学セミナーというかですね、私が留学してですね、どのようなことを経験したかというお話をですね、皆さんにシェアしたいなと思いますお話してるんですけど、パート1はですね、私が中学生時代に海外派遣生というかですね、相乗りみたいな雰囲気でですね、10日間、シンガポールとマレーシアとシンガポールですね、合計10日間行ったというお話をしました。パート2はですね、私カナダ留学ですね、大学生の時にカナダ留学しまして、カナダで短期留学ですね、EJ カナダカレッジというですね、留学先に行ったわけですけど、そこの EJ カナダカレッジでどのようなことを学んだかというものを、パート2でお話します。パート3はですね、EJ カナダカレッジ以外でですね、カナダでどのようなことをして学んだかということを話したいなと思います。で、私はあれですよ、旅行に行ったというよりは、勉強しに行ったという感じなんですね、私、英語の教員を目指してましたね、中学校の英語教員を目指してましたので、英語教員として、学生の方に教えするときにですね、どのようなことを知っていたら、役立つかなと思いましてですね、その上でですね、海外留学に行ったので、その視点でですね、いろんな体験をしてきたんです。まずは、どのようなことをしたかと言いますと、EJ カナダカレッジというのは、バンクーバーなんですよ。バンクーバーというカナダの都市、バンクーバーオリンピックも開催されたです。バンクーバーという都市にですね、私行ったんですよ。バンクーバー。で、バンクーバーで、まず、バンクーバーに行ったら、日本食のお店があるかなって探してみようかなって思ったんですよ。ただですね、バンクーバーの都市にですね、あったんです。何があったかというと、うどんですよ。うどんがあったんですよ。うどんですね。うどんがあったんですよ。うどんのお店があったんですよ。なんて言いますかね。ちょっとした軽食屋さんでうどんが売ってるお店があって、うどんって書いてあったんですよ。うどんセットみたいなことが書いてあって、おお、うどん売ってんだと思ってですね。うどん売ってんだなと思って、ね、そこか、カランカランって感じで、カランカランって音しなかったから、扉開けてですね、入ってですね。でね、うどんセットプリーズみたいな感じで、お話してですね。そんな感じですね。そんな感じですね。お話してて、うどんとですね、太巻きですかね、太巻きみたいなのが出てきてですね。だから、太んプラス寿司が食べれたんですよ。うどんセットですか。うどんプラス寿司みたいなのがあってですね。お、この寿司なかなかうまいじゃないか。酢飯になってるじゃないかと思ってですね。なかなか日本に忠実な、酢飯です。うどんもですね、なかなか薄味でですね。なんていうかですね、近い味で言うとですね、花丸うどんですかね。花丸うどんのスープに近いですかね。コシはですね、花丸うどんほどなかったですけど、でも美味しかったですね。非常に美味しかったです。私が海外で食べる初めての日本食は、うどんだったんで、うどんと太巻きだったんですよ。それで、おー、美味しいと思ってですね、って感じですね。それで、ごちそうさまでしたって、日本語で言ってですね、それで店員さんがね、ちょっと嬉しそうな感じしましたよ。私がごちそうさまでしたって日本語で言いましたよ。うどん屋さん、うどん売ってんだから、日本語でわかるかなと思って、ね、ごちそうさまでしたって、あえて日本語で言ってですね、ごちそうさまでしたって言って、私がドアを開けて閉めるときにですね、ドアを開けて出てくときにですね、そのうどんを作った店員さんが、どういう意味みたいなことで、ね、もう一人に言って、It's me delicious みたいなこと言ってね、おー、だから I like Japanese みたいなことで、そんなことをその店員さんが喋ってましたけど、そんな感じですね、そんな感じですね、私はうどん屋さん、うどん食べましたよ、うどん食べてね、あとはですね、カナダで覚えてるのは、ショッピングモール行ったりとかもしまして、ショッピングモール、カナダのショッピングモールってこんな感じなんだなと思って、ね、ショッピングモールと思って、あれですよ、せっかくだからですね、いろんなところ行ってみるのがいいと思うんだ、カナダで。あれですよ、で、CD ショップ行ったんです、CD ショップ。CD ショップ行ったら、日本の歌手の CD があるかないかっていうのを探してみたんですよ。日本の歌手の CD があるかないか。例えばですよ、いろいろあるかなと思ったんですよ、とにかく、あるかなと思って、日本で有名な、ミリオンセラーの CD とかあるかなと思ってたんですけど、なかったですね。全然なかったですね、日本の CD、全然なかった。私が大学生時代の頃ですよ。私が大学生時代の頃自体はですね、日本の CD は全然なかったです。全然なかったですね。それでですね、で、流れてきたんですよ。ある曲が流れてきたんですよ、CD ショップで。フーバスタンクというですね、アーティストがいるんですよ。洋楽のアーティストで。フーバスタンクで、ザ・リーズンという歌があるんです。
The reasons to start over new and the reason is you って、まあ、そういうような歌があるんですよ。And the reason is you って、まあ、そういう歌があるんですよ。And the reason is you って、まあ、そういう歌があるんですよ。I'm not a perfect person みたいな。まあ、そういう歌、そういう歌があるんですよ。The Reason っていう歌があるんですけど、それがですね、私が日本で聞いた風バスなんかの The Reason とですね、歌詞が全然違うんですよ。え？と思ったんですよ。日本で聞く、The Reason はですね、I'm not a perfect person みたいな。まあそんな感じで歌うんですけど、そんな歌詞がないんですよ。そんな感じが全然ないんですね。そんな感じ、歌詞が全然違うんですよ。カナダの歌詞と、フーバースタンクの、ザ・リーズの歌詞がですね、カナダバージョンと日本バージョンで違うんですね。だから、あ、歌詞違うんだって。国によって歌詞違うんだと思ってね、私びっくりしたんで、フーバースタンクとザ・リーズ。あ、いい歌ですよ。フーバースタンクとザ・リーズ。ぜひ聴いてみてください。The reason to start over new って。まあ、いい歌ですよ。いい歌ですよ。And the reason is you って。まあ、いい歌ですよ。ぜひ聴いてほしいですけど。まあ、いい歌ですよ。でですね、まあ、歌詞が違うなと思って。まあ、それを感じましたね。で、まあ、それ以外もですね、まあ、カナダはせっかくだから回ったわけですよ。回ったわけですね。まあ、映画館行ったんですよ。映画館。結構ですね、夜中にですね、まあ映画館行ってですね、夜中っていうかまあ夕方、いや夜ですよね、5時ぐらいですね。5時ぐらいから映画館行ってですね、何映画やってるかな、見てみたいなと思ってですね、やってたんですね。お、これはキアノ・リーブスじゃないかと思ってですね、コンスタンティンって映画がやってたんですよ。コンスタンティンっていう、キアノ・リーブス、マトリックスの主演をされてた方ですね、キアノ・リーブス。彼が俳優として主演で出てる、コンスタンディンって、マトリックスレボリューションズですかね。三部作。マトリックスリローデッド、マトリックスレボリューションズのですね、この三部作が終わった後に、キアヌ・リーブスが選んで出演した映画として、コンスタンティンという映画があるんですけど、まあ、それを私見たんですね、カナダで。ただですね、かなりの名作でですね、私もですね、まあ、英語そこまでできませんから、完全に英語わからなかったんですけど、それでも非常に面白かったですね。で、お、ここ十字架見えたと思ったんですよ。あ、ここ十字架見えたと思ったんですよ。あ、ここ、コンスタンティンが走ってる画面で十字架見えたと思ったんですよ。で、その後私、日本でももう一度面白かったんで、このコンスタンティンが面白かったんで、日本でも見てみたんですよ。ただ、日本では十字架見えないんですよ。日本では十字架が薄れてるんですよ。ただ、カナダではっきり十字架がパッて見えたんですよ。一瞬映るんですよ、十字架が。パッて、十字架の銃を持っている時にですね、十字架がパッて映るんですよ。カナダでは。カナダで見たときにですね、私何喋ってるかよくわかんないんですけど、まあ、それを感性で見ながらですね、私、ふってちょっとですね、顔を横に背けたときあったんですよ。ただですね、そのとき、キアヌ・リーブスって言いますか、コンスタンティンもですね、天使にですね、天使ガブリエにですね、殴られてるんですね。天使ガブリエにコンスタンティンが殴られて、こうやって殴られたときにですね、私もそのとき一緒にリンクしてですね、顔がふって動いたんですよ。本当に。それがですね、ちょっと私驚いたんですね。まあ、私のたったの感性ですね、感性。感性ですね。まあ、そんな感じですね。まあ、同じリンクした感じがありました。まあ、そんな感じですね。ありましたね。まあ、とにかくコンスタンティンという映画、非常に面白いです。まあ、私もですね、このセミナー動画ですね、映画セミナーというのもですね、撮影して公開してるんですけど、エタイア670公式ページで映画セミナーと公開してるんですけど、そちらでもコンスタンティンという映画紹介してますので、ぜひそちらの動画も見ていただけたらなと思います。まあ、コンスタンティンという映画見たんですけど、まあ、あれですよ。カナダ版では、あるコンスタンティンが十字架の銃を持ちながら走っている時にですね、十字架が見えるんですよ。パッと白い十字架が見えるんですよ。それでですね、コンスタンティンが殴られるんですね、ガブリエルに。天使ガブリエルに殴られるんですけど、日本版のコンスタンティンでは、十字架が見えません。銃を持ちながら走っている時に十字架が薄れてますね。薄らないか薄れてますね。って感じで、しかもコンスタンティンが殴られません、ガブリエルに。だから、日本と海外によって、映画もちょっと内容が違ったりするんですね。フーバースタンクの歌詞も違いますし、ダリーズの歌詞も違いますし、コンスタンティンの映画も少し近かったんですね。まあ、そんな感じですね、ちょっと映画とかもちょっと違ったりするというですね、まあ、そういうふうにね、ちょっと、そういう謎というかミステリーなところを私知りましたね。まあ、そんな感じですね、まあ、映画見まして。あとはですね、私もですね、まあ、
命知らずですから、モノレールですね、モノレールですね、各駅降りたんですよ。各駅降りてみたんですよ。モノレール、各駅。全く用ないけど、各駅降りてみたんですよ。モノレール。ホームステイ先から、EJ カナダカレッジって、私は留学先の駅まで、まあ、7つとか駅あるんですけど、その各駅を降りてみたんですよ。いろいろ。それでちょっと歩いてみたんですよ。ただですね、まあ、なかなか、いろんなカナダの風景が、なんていうか、これがカナダって感じですね。まあ、何もないところもあるし、ね、本当道路しかない。道路しかない。高速道路みたいなしかないところとかあったりとかですね。あと、まあ、水族館があったりとかですね。あ、水族館入ろうかな。でも時間ないかな、みたいな感じで、水族館があったりとかですね。あと、まあ、アイスホッケーが有名みたいですね、カナダって。まあ、アイスホッケー場があるみたいな感じですね。まあ、そんな感じですね。あったりとかですね。あとはですね、私、セントラルステーションですかね。よくわかんないですね。まあ、なんとかステーションっていうのがあるんですよ。グランドステーションですかね。わかんないですけど。まあ、そんな感じのステーションがバンクーバーにあるんですけど、まあ、その近くにですね、危険地帯デンジャーゾーンというのがあるんですよ。あれですよ。海外旅行するときにはですね、必ずその国のですね、ハンドブックみたいなのですね、本屋で買ってった方がいいですよ。あれですよ。本屋、普通の本屋とかでも、大きな本屋とかに、中型の本屋とかに売ってるじゃないですか。旅行雑誌のところにですね、地球の歩き方みたいな。そんなテーマでですね、カナダとかさ、アメリカとか、中国とか、そういう風に書かれてる、旅行ハンドブックってあるじゃないですか。あれ絶対持ってった方がいいと思うんですよ。あれ絶対必須。持ってた方がいいと思うんですけど、それにですね、地図にですね、デンジャーゾーンというかですね、赤で書かれてるんですけどね、私が命知らずでですね、私そんなにデンジャーゾーンにあえて踏み入れてしまったんですよ。やっぱり私中学校の教師目指してたんで、そういうデンジャーゾーンっていうのを知っておく必要があるかなと思って行ったんですね。あえてですね、私もですね、ちょっと身を守るためにですね、ちょっとあんまりお金持ちっぽくない服で行ったんですよ。海外留学で。お金持ちっぽくない服で。その方がですね、安全かなと思います。お金持ちっぽくない服で、出かけてたんで、だからそれだから襲われなかったかもしれないですけど、まあ行ってみたら、デンジャーゾーン、赤い地図に赤で、ここデンジャーゾーンですよってマークされてるところに行ってみたんです。そしたらですね、ガラスが割れてたりとかですね、火事の跡があったりとかですね、あとスプレーで絵が描かれてたりとかですね、ああ、やっぱり危険なのかなって、ちょっと思いますね。それで、ちょっと、ひげ生えたおじいさんがとことことこと一人で歩いてたりとかですね、ああ、実は普通の人かなみたいな。まあそんな感じですね。まあちょっと、思いましたけど。デンジャーゾーンには近づかない方がいいと思います。特に女性の方ですよ、女性の方。海外で女性の方って非常に危険なんですよ。私もですね、海外留学に行ってですね、外務省のですね、渡航情報みたいなことを調べたんです。海外旅行行くときなんで、海外留学とかでですね、行くときなんで、外務省のホームページ見た方がいいですよ。外務省のホームページ、外務省のホームページ一度見とくといいと思うんですけど、外務省のホームページ見てですね、そういうのは勉強しました。危険なところは行かない方がいいですよ。私もですね、海外の情報とか、私情報起業家としても活躍したんで、私海外の情報にも詳しいんですよ、私。海外のニュースとか、海外のメディアのニュースとかも私結構読むんですよ。私実は。海外の時事ニュースとかよく読むんですよ。だから、インドで、女性がひどい目にあったとかですね。そういう情報もですね、結構聞くんですよ。インドで一人の女性が複数の男性にひどいことされたみたいなことだったね。バスでひどいことされたみたいなことだったね。それで、そういう情報とかも聞いたことあるんですよ。で、インドは実は、男尊女卑が激しい国だみたいなことですね。そういう被害があって、かなりひどく、昔はもっとかなりひどいし、性犯罪が起きててですね、あれですね、何ですかね、一つの都市の性犯罪件数が2000件とかですね、2000件とかですね、もうかなりですね、あれですよ、公になってるだけですよ。そうやって知られてるんだけども、2000件以上あるとかですね。すごい、すごい量の犯罪があったりとかですね。あるっていうのもあるんで、特に女性はですね、特にですね、探し方としては、例えばですね、すいませんね、私インド嫌いなわけじゃないですよ。私インド好きですよ。マハトマ・ガンジーとかですね、クリシュナムリティとか私好きですから、世界教師のクリシュナムリティとかですね、あと、ラーマーヤナとかですね、私ラーマーヤナとか好きですから、ラーマとかですね、好きですからね。インド好きなんですけど、
インド女性とかですね。まあそういうふうに、なんとか、なんと国名女性とか検索するとですね、その国のですね、女性に対する接し方がどういうものかっていうのがね、わかると思うんです。まあ、興味あったら調べてみたらいいなと思いますよ。まあ、興味があったらっていうか、女性はですね、まあ、気をつけた方がいいと思いますよ、旅行は。結構ですね、ニュースでもですね、女性が被害に遭ったってニュース、日本でもちらほら聞きますからね、行方不明になった方とかいますので、特に女性はですね、海外気をつけたらいいなと思います。日本人と海外でモラル違いますし、日本は安全な国ですから、比較的。安全な国ですから。それに、日本人というのは、やはり海外だと無知じゃないですか。無に知るですよ。知識がないということで。知識がないということでですね。知識がないということですね。狙われてしまいますので、気をつけた方がいいなと思います。特に女性はですね、気をつけた方がいいなと思います。見知らぬ男性とかに、おー、かっこいい。He is cool! みたいな感じですね。そんな感じですね。ついていかない方がいいですよ。ちょっと遊んでいかないみたいな。ちょっとかっこいいわ、この元男性みたいな。私ちょっとこういうシチュエーションに憧れてないみたいについていかれたんで、お金取られたりとかですね。まあ、そんなことになりますから、気をつけた方がいいと思います。まあ、そんな感じですね。まあ、カナダにね、私まあとにかくデンジャーゾーンに行ってみたんですね。まあ、デンジャーゾーンに行ってみて、まあ、特に女性は行かない方がいいと思いますよ。まあ、デンジャーゾーンとかに行きましたですね。まあ、なんかもう、なんか、ああ、なんだ、あの、あ、なんか、なんか、あれですね。まあ、いろいろな感じですね。まあ、あとは私ね、本屋にも行ったんですよ、本屋。本屋にも行ったんです。で、本屋にですね、図鑑があった、図鑑みたいなんですよ。図鑑ですね、図鑑。いろんな図鑑、芸術の図鑑とかですね。まあ、そういう、まあ、図鑑があったんで、図鑑、まあ、世界の絶景みたいな図鑑とかもあったんで、まあ、図鑑買いましたよ、図鑑。せっかくなんで図鑑買ったりしましたね。あとはですね、確かですね、ドラえもんですかね。英語の、え、に、英語版ドラえもんみたいなのありました。英語版ドラえもん。英語版ドラえもん。ドラえもんのコミックが英語の文章で書かれてるドラえもんみたいな。そんなのも売ってたんで、おー、これいいなーとか思いましたよ。まあ、そんなのもありましたね。そんなのも見かけました。あとは図書館にも行きましたよ。図書館にも行きました。結構大きな図書館でですね。おー、これはカナダの図書館かーって感じで、まあ図書館にも。ああ、まあ、カナダで勉強したことは、まあ、そんな感じですかね。そんな感じですね。カナダで勉強したことは、そんな感じです。あとはですね、まあ、私も海外の教員、海外というか、まあ、教員、中学校教員目指してましたんで、まあ、モノレールに乗ったりとかですね、食事をしたいとかですね、あとはもう、バスに乗ってですね、いろんな街を見かけたいとかですね、そういうのを、そういうふうに、できるだけ海外を知るというのにシフトしてですね、まあ、経験しました。海外を知るというシフトですね。まあ、バスに乗ってみるのが面白いですね。バスに乗ってみるのも、ね、まあ、面白かったですね。いろんな海外の看板があるわけですよ。本当に。看板があってですね。ピザ屋さんとかも看板とかあってですね。なんとかピザとか言って書いてあって、ええー、とかって思いましたよ。なかなか良かったですね。まあ、カナダ、なかなかいい国でしたね。あ、浮浪者の方もいましたね、浮浪者の方。で、浮浪者の方がいました。私にお金を欲しがってたかもしれない。私からお金が欲しいって感じで、私にくっついてたんですけど、まあ、その時私は寄付するんではなくてですね、働いてって言いまして、ね、Please work! みたいなことを言いました。まあ、そんな感じですね。お願い働いてみたいなことを言ってね、まあ、働きなさいってみたいなことを言いました。その彼にですね。まあ、その浮浪者の方に、ね、働きなさいと。浮浪者やってないで働きなさいみたいなことを言いましたね、その浮浪者の方に。まあ、そんな感じで。まあ、あとはですね、そんな感じですかね。カナダはそんな感じです。ではですね、次の動画ですね。次の動画ではですね、ニューヨーク一人旅についてお話したいと思います。ニューヨーク一人旅。ニューヨークに一人旅したことあるんです、大学生時代の時に。その時のことについてお話したいなと思います。ニューヨーク一人旅について次の動画でお話したいと思います。で、次の動画でまたお会いしましょう。見ていただいてありがとうございます。それでは、What's next movie? ってことで、ね、お願いいたします。それでは、よろしくお願いします。